ついに伝説となってしまった全員直哉の武勇伝完全版最新191話までの内容を含みます。ネタバレご注意ください。で、死んだ舞ちゃんと人違い、散歩後ろ歩かれへん女は背中刺されて死んだらええと、このご時世で男尊女卑発言で読者震撼、兄やおじに暴言を吐きまくる、いや基本的に暴言しか吐いていない、全員家当主になれないと分かり激怒、話も聞かずあおん足で東京へ、術師が獲物持つのダサいと言いつつ実は隠し持っている、経験値150年の長僧に兄弟の大切さを体で学ばされる、実家にアオン族で戻りふんぞり返り薪にいきり散らかす、ひどいな人の心とかないんかと完全にブーメラン発言、当時くんの同担拒否、鳥江のお顔もグズグズ顔面崩壊パンチを食らい失神 KO、 もはや呪言師、散歩後ろから背中刺されて死亡、ザケンナや呪力が寝れんドブカスガという名言を生み出す、死後2日でアオン族復活、お前のあっち側はそっち側だったんかい、アオン族芋虫爆誕、みんな大好き直哉くん。